今回は講義17回目です。こちらね、科学基礎の教科書45ページに電子と原子核の発見というのが載ってます。でそれの演じ実験をしようと思ってます。陰極線の実験ということでね、今これはプルックス管というのを持ってきました。プルックス管というんですけど、10のマイナス2乗の、ミリメーター HG、 1気圧がね、水銀でいくと760mmHg なので、まあ、これ1000でやとしたら、10のマイナス2乗やから、10万分の1やな。10万分の1の気圧にしてあります。これみんなプルクス感でいいですよ。プルクス感10万分の1やから、空気をね、10万分の1にしたらな、数を減らしたらシンクにしてあります。でアルミニウムを用いてます。陰極アルミ、仕事関数って言ってね、アルミニウムは電圧をかけると、ね、電子が飛びやすいんです。電子を出しやすいんですね。だからアルミニウムしています。でここね、蛍光板を置いてあるんですけど、高電圧かけますね。マイナスとプラスに高電圧かける。大体150V ぐらいかけないといけないんですけど、ここは高電圧かけると電子が飛びやすくなるんですね。でマイナスから、プラスに電子が飛ぶと。でも蛍光板があるので、蛍光板に電子が当たって光るということになります。これはまず見てもらいましょうね。ここにね、これプルクス管ね。でこっちマイナスや。で赤がプラスやな。でマイナスからこう電子がこう流れると。電子が流れたらこの蛍光板に当たってで光るということになります。電圧は 150V ぐらいだけど、これ始末性やな。電源で見てどうですか、見えますか。これここねダイヤル回したら電圧が上がるんですけど、見えてるかね。これもやるのかな、見えましたか。これクルックス管ね。次いきますよ。次はね、これはちょっとこっちを置いといて、これもクルックス管なんですけど、これね、このよいしょ、マイナスやろ。でこっち、ここ下のところにプラスあるな。プラス、プラス。で次はね、クルックス管に十字を入れてあるんですね。で陰極線やから陰極から電子を取り出しますよね。ここの金属板に当たると、これ影ができるな。金属板はね、電子をね遮蔽するな、こうプロテクション。そのか金属板の後ろは電子は通らない、こういう影ができます。これをまあ見てもらいましょうか。これもちょっと、これはちょっと低くしておいて、なんかどんな感じや。あー、ここに目と中でこれ、影見えてるけど、向き変えようか。どうや見える?ここ。見えない。これ見えてますけど、こうしようか。もうちょっと電話下げようか。かけたり下げたり。あかんか。よし、これで終わりやな。これもクルックス管で、10万分の1ぐらいの気圧になってるんですよね。空気に除いて真空にして、で電圧をかけてる。で3つ目はこれやね。これもクルックス管で、陰極と陽極やけど、ここに電圧を 150V ぐらいかけるんだけど、これ羽車かな。羽車が置いてあるんだよな。羽車が置いてあって、でこの羽根車に電子が当たるとね、羽根車が動くよな。電子はものすごく軽いもんやねんけどね、これ羽根車が動くということから、電子は質量を持ってるということがわかるな。どうしてかな、こっちが動いてるかさしな。
構成よ。あれこれはあれだな、何もないのにこれダメやな。え、あ、こうじゃこうじゃきさんな。今ちょっと電源入れてみるか。え、これ最初こっちに入れてもらった方がいいんだけど。どうしてやろ。あれ何もないのにここじっとしといてよ。あれよし、腕。だからな。あのちょっと稽古版かな、なんか光ってるな。これもう一回ちょっと止めようか。止めてな。こっち側にこう置いておいて、でスイッチ入れて、ほら、こう電源あるからビューって動くな。あの今、この入り局から電子がこうな出て、でこのカレブルのところに当たってね、これが動くんだ。動くことからね、電子に質量があるということが分かりますよね。で、今のうちイギリスの J.J. トムさんですよね。1897年やから今から120年ぐらい前か、日本の実験を考え出してね、高電圧で真空にすると、大体10万分の1気圧ぐらいですよ。で、陰極線が出てるんだけど、で負の電荷を帯びた質量の小さい粒子の流れとか、今ではこれ電子で、あのちょっと前にな、あの、質量保存の法則とかな、原子説とかやってな、原子はもう最小単位やってるのやってきてんけど、それから20年何年後かちょっと分からない、だいぶ経ってからね、原子はより細かな、まあ、電子とか原子核からできているということをこの実験から明らかにしたね。最後、原子核の発見、これは実験できませんね。まあ、できないことはないと思うんですけど、イギリスのザザンフォードという人が1911年にこうアルファ線をね、こうスリットを通して金箔に当てたね。アルファ線というのはこれプラスの電荷プラス金属、金箔って書いてあるけど、これ原子核があって周りに電子があるんだけど、アルファ線当てたらね、普通は全部直進するな、直進するんだけど、中にはね、こみまして反射するやつがあるな。この原子核がちょこっとあってな、野球場の中にボール1個ぐらいあるんだよ、中で、ね、そこに原子核があって、その原子核にアルファ線が当たった時だけこういう直進しないよね。こういうことから、真ん中に原子核があるんやろうということをね、このイギリスのラザーフォードという人が実験したんです。はい、終わります。